ルイ・ミシェル・バンローは18世紀のフランスの画家である、トゥーロンで生まれた。18世紀に多くの画家を輩出したバンロー家の出身で、父親のジャンバティスト・バンローは肖像画家として知られている。弟に画家になったが、若くして亡くなった、フランソワ・バンローと肖像画家として活躍した、シャルル・アメデフィリップ・バンローがいる。父親から絵画を学び、1725年に、 王立絵画彫刻アカデミーの賞を受賞し、1727年から1732年の間は、おじのシャルル・アンドレ・バンドドローとローマで修行した。1736年に、スペインをフェリペ5世の宮廷画家になり、多くのフェリペ5世の家族の肖像画を描いた。1752年に、マドリードに創立された王立さん、フェルナンド美術アカデミーの創立会員となった。 1753年にフランスに戻り、フランスではルイ15世の肖像画も描いた。1765年に叔父の公認として王立特待生学校の校長となった。ありがとうございます。